はいどうも皆さん、こんにちは。土曜日が嬉しい人は高評価、嬉しくない人は月曜までタイムスリップをしてね。というわけで現在僕はアンリアルランクを目指しているんですが、正直厳しいって、昨日3時間くらいやったんですが、結果はトータルでマイナス 2% くらいでした。途中で初動詞を2連続でかましてマイナス 7% くらいを食らって引退しようかと思ったんですが、まあギリギリ耐えました。アンリアルというかチャンピオン隊の何がきついかって、順位でのポイントが本当に少ないんですよ。0キル7位とかでようやくプラス 1% くらいなので、本当にキルをたくさんしないとプラスになりません。ただ3キル5位とかでプラス 5% とかの試合もあったので、とにかくポイントが上がりにくいです。そして一番やばいのがアンリアル対プレイヤーのムーブです。まあ普通にみんな強いし陰湿です。初動をかぶせてきたり、ストーカーをしたり、宝箱の上にイモられて何度もしばかれています。その中でちょっと雲行きが怪しいんですが、残り1週間でアンリアルを目指して頑張っていこうと思います。応援してくれる人は高評価。というわけでいつも通りやっていくんですけど、まず今日のショップにはついに新たなロキとセットのスキンやアイテムが販売されています。ちなみに僕は今日の朝ゲームを起動したら、メンゲンサバ破壊四天王の一人サジマンというキッズからギフトが送られてきました。ちなみに彼の罪状はこんな感じです。ギフトを送って罪滅ぼしのつもりなんでしょうか。まあそんなことをするよりゴミ拾いのボランティアにでも参加してしっかりと構成してほしいものなんですが、このロキに罪はないので今回は死体打ちに使わせてもらいます。今日はスキンを買ったけどクリサポをするのを忘れた重罪を犯しているスカイナンデス君を蜂の巣にします。で話を戻すと、今日のショップではこの画像のアイテムが122日から107日ぶりに再販されているため、これ以外もショップでアイテムを購入する際は忘れずにクレータースポート SHPO もよろしくお願いします。画面の右下から簡単にできるので、ぜひクリサポをして次のシーズンのバトルパスを買ってください。次はそんなシーズン3関係の話なんですが、昨日の動画では大量のティザーを紹介しています。ただまたもや大量のティザーが判明したので、一つずつ詳しく解説していこうと思います。まず今日というか昨晩の夜中の1時にはエピックの公式アカウントがこんな画像を投稿していました。パッと見はガスマスクをつけたスキンのようなものに、砂漠工場のようなものなどなど、かなり世紀末っぽいものが映っているんですが、まずこのティザーは次のシーズンで来るフォールアウトコラボのティザーとなっています。まあこれは以前から予想されていましたよね。ちなみに公式の絵文字のツイートはフォールアウトでよく見る謎のおっさんキャラクターのポーズを表しています。ちなみに僕はフォールアウトはやったことがないんですが、このおっさんのことは何度も見たことがあるので、彼が一体何者なのか、ぜひ知ってる人はコメント欄で教えてください。ただこのティザー画像はフォールアウトの要素以外にもいろいろなものが描かれていて、まず奥の方にはヤシの木があることがわかります。まあこれは砂漠なので当たり前なんですが、一応次のシーズンは夏もテーマになっているはずのため、これは辻褄も合います。さらにこの工場は明らかに次の進路継承になりそうですよね。もしかしたらこの場所でニトロと呼ばれている燃料が製造されている可能性もありそうです。他にもこのフォールアウトっぽいスキンは、もしかしたらこういうパワードスーツが来ることも示唆しているかもしれないと言われています。まあそういうスーツもフォールアウトではよく登場するのかもしれません。で最後にこの工場には謎の炎みたいな顔のマークがついています。まあこれがこの工場のボスとか、あるいはワンダラーなのかもしれません。で次のティザーがこちら、がっつり今言った顔のマークが映っています。ちなみにこれは海外のコンテンツクリエイターのところに送られてきた手紙となっていて、この長文の中にもかなり意味深なことがいくつか書かれています。まず次のシーズンのサブタイトルがレッグドであることがほぼほぼ確定しました。これは前回の動画でも話したんですが、車両や建物が大破したとか衝突みたいな意味で、日本の公式アカウントもここだけの話と言いながらチャプター5シーズン3レッグドと昨日ツイートしていました。でこの長文の中では最初にシーズン3では争いの絶えない荒野に引き込まれ、究極のニトロ燃料で乗り物騒ぎの夢を実現できますと書かれていました。となるとやっぱりあのニトロは燃料であることが確定したわけです。さらにチャプター5シーズン3の新しい乗り物の一つからインスピレーションを得たカスタムカーを見つけることができますと書いてあります。これはこの手紙に同封されていた車のおもちゃのことを指しているんですが、まあインスピレーションを得たデザインになってるらしいので、これがそのまま来るのかは分かりません。さらに新しい乗り物は3つあるということで、それがデザインのことを指しているのか、それとも別種の車のことなのかは分かりませんが、最近モンスタージャムというカーレースのイベントの記者会見にブライトボンバーのスキンをした女性が登場したことで、フォトナとモンスタージャムがコラボをしてこういう車も登場するんじゃないかと言われています。しかもイベント会場にはフォトナの新シーズンをアナウンスする広告もあったらしいので、もうこういうモンスターマシンとのコラボは確定だと思います。あと世紀末シーズンのため車にミサイルがついていたりとか、そういうのもあるかもしれません。そしてこのおもちゃの箱の裏にはニトロと書かれていて、顔ではないんですが炎のマークも描かれています。でさっきの手紙はもう重要なことは書いてないので、あとは省略するんですが、肝心のこの赤い顔はミニイベントで使用された音声データを視覚化することで現れた顔にもかなり似ています。でこの顔はエピックがセルフ解除しているコンセプトアート集のこのスキンなんじゃないかと言われているんですが、まあ言うほど似てないですよね。ただこれがワンダラーを指しているんだったら、こういう悪役っぽい見た目をしている可能性は高そうです。あとこのスキンの可能性もあるんじゃないかと言われています。そのわけで次の
のシーズンが楽しみな人は高評価で、ティザー関係ではもう一つあるんですが、前回の動画でスペインの公式アカウントが意味深なジョンジーと我々のメッセージアプリでの会話の画像を公開していたんですが、なんとこれの正体が分かりました。答えは WhatsApp という海外版の LINE みたいなアプリで、コトナのコミュニティができることのティザーだったみたいです。これはしょぼい。やっぱり特定の国の公式アカウントだけが言っていることは、こういう風にストーリーとかとは関係ないしょぼいことが多すぎます。そのわけで昨晩公開されたティザー関係の話は一旦終わりなんですが、リーカー界隈ではティザーを出すのが早すぎるんじゃないかという意見もありました。まあ別にもう新シーズン1週間前なのでそこまで早くもないと思うんですが、過去の例を見るとシーズン開始の4日前とかからティザーが出ていたので、今回は確かにちょっと早いです。ちなみにシーズン3は呪われたシーズンと言われていて、毎回大きなリークが直前に出たりすることで有名です。そのため今回も近いうちにバトルパスの全バレ画像とかが出てくるかもしれません。まあ今年はロードマップが出ちゃってるので、これ以上でかいリークはなかなかなさそうです。あとシーズン3は毎回冷え冷えになるということでも有名です。その理由はエピックの夏休みが間に入ってしまうので、その分アプデが減って退屈になるというわけです。そんなわけで次のシーズンは一体どうなってしまうんでしょうか。不穏だと思う人は高評価を壊れるまで連打。最後にこういった情報をいくつか話していくんですが、先日かなり盛り上がったミニイベントではなくワンタイムイベントなんですが、実は残り2ステージあるみたいです。つまりあと2回何らかの変化が起きるんですが、これは多分砂嵐が近づいてくるとか雷を待とうとか、そういう演出が恒例の夜中の3時に来るんだと思います。そのためこの前みたいな大きいイベントはもうないと思うんですが、一応ミニイベントみたいなものはまだ残っているわけです。ちなみに多くの異なる実況者が今回のイベントをワンタイムと呼称しているんですが、リアンさんに関してはいきなり2回目のワンタイムイベントが来たという動画を上げていて、当チャンネルでは名前を出せないあの人はワンタイムイベント5日目という配信をしていました。もう人によって言ってることが違うし、ワンタイムの意味もわかりません。次はしれっとアイテムショップのこのバンドルが 33% オフになっています。ただこれは最近出たばっかりなのに爆速セールをされているのはすぐに買った人がかわいそうだとも思います。そして以前ショップで無料で販売されたホットマラットというエモートが、その販売からなんと2000日が経過しています。これはもうかなりのレアだし、煽りエモートにも使えそうです。それと忘れがちなんですが、昨日から今シーズン最後のランクカップが開催されています。今日の18時からはデュオで、明日の同じ時間からはスクワットの大会が開催されます。ちなみにソロでもデュオの大会に参加することはできるため、まだこの傘のグライダーをもらってない人はランクカップで75ポイントを稼いでみてください。ただロード背景が欲しい人は6マッチする必要もあります。次は以前も紹介したんですが、フォールアウトのコラボでこれ系のスキンが来るんじゃないかとコンセプトを作ってる人がいました。これはめちゃくちゃ出来がいいし、今後登場する可能性のあるパワードスーツもこんな感じになるんじゃないかと言われています。さらにエピックが一部のプレイヤーに向けて送ったアンケートの中で、今後のシーズンのテーマとして興味のあるものはどれかと尋ねていて、その内容がこんな感じで色々なものが挙げられていました。このアンケートで票が多かったものが今後のシーズンのテーマになるかもしれません。ただパッと見どれも1回くらいは過去のシーズンで触れているもののような気もします。まあ今後そういった過去のシーズンのテーマを再利用する計画もありそうです。最後にチャプター5がリリースされる前に流出したランドマークのリストがあって、この中にはすでに登場しているヨットや登場してないものもあるんですが、なんとこの中にレースカーファクトリーという名前が記載されていました。そのためこれがもしかしたらティザー画像のこの工場かもしれないと話題になっています。